国日本、日本人よ世界の龍馬となれ、奉納祭事を始めさせていただきます。この度の主催は和プロジェクト大使と長崎万寿山聖福寺、聖福寺協力修復協力会です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は無観客のライブ配信を行っておりますが、音質に多少の難がありますことをご了承ください。また後ほど編集した分を配信させていただきます。それでは開催にあたり、この度の主催和プロジェクト大使代表の宮本達彦よりご挨拶をさせていただきます。宮本さん、よろしくお願いいたします。はい、和プロジェクト大使の宮本でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本当でしたら私もそちらに伺って直にご挨拶する予定だったんですけれども、でギリギリまで長崎入りする予定だったんですけれども、残念なことにまず愛知県に緊急事態宣言が発令されまして、そして今のような状況になってしまったものですから、そうしましたら、ご住職の方からズームでつながれるという、いろいろご配慮をいただいて今回こういう形でご挨拶をさせていただくことになりました。ズームというのは大変便利で、コロナが感染拡大起きてから全国的にいろんな新しい生活様式という中の一つとしてこのズームがあるんですけども、今私がこうしてマスクしておりますけれども、これもバーチャルなもので、こうやって外せるんですね。ちょっと大変な状況ではあるけれども、そんな中でいろいろとね楽しみもあってもいいんじゃないかなということで、ちょっとでもね前向きな気持ち、明るい気持ち、楽しい気持ちを見つけられたらと思うわけですね。でこの5月22日、聖福寺でこのような催しをするのは第3回目になるわけですけれども、振り返ってみましたら第1回目の時ですね、初めて私が長崎に参りまして、聖福寺修復事業を行っているというお話を伺って、このような形でご縁をいただいて、で何か微力ながらできないだろうかと言った時に第1回目、その時実はこちらの聖福寺だけではなくって、高知駅前でも高知駅前の広場でも同じ時刻に同時に、書道家が起用するという、そういう催しを行ったんですね。でそれにあたって私高知も実は初めて行ったんですね。で高知に初めて行きましてですね、これまた見ていただけますでしょうか、坂本龍馬と握手してきたんですね。こんな風にしてね、これ龍馬伝でおそらくファンの方はご覧になっていると思うんですけども、福山雅治さんが龍馬役でシェイプハンドっていう、そういう会があって、それがきっかけで、こういったものが、高知の方にもできたんですけども、私も坂本龍馬とシェイクハンドしてきたんです。つまりね、僕の中で坂本龍馬っていうのはね、昔から本当に昔から憧れて不安だったんだけれども、こんな風にして高知まで行ったりだとか長崎に行ったりだとか、いうのが実は全くそれまで機会がなくて、この聖福寺さんのおかげで、坂本龍馬の足跡をたどったりとかいろいろするようになったんですね。でとにかく第1回目の時は5月22日に高知駅前広場とこちら長崎聖福寺で同時刻にそれぞれで書道家が起用を行い、ありがたいことに高知と長崎それぞれに NHK が来てくださって、民放も来てくださって、それはそれは随分と反響を呼びました。ところが第2回目の時は、つまり去年ですね、ご存知の通りコロナです。でも
これをねやめてしまってはいけないんじゃないかと、どういう形であるにしろ続けた方がいいんじゃないかということで、まあ、今回と同じような形で、ライブ配信、 YouTube でライブ配信、基本的には無観客で行ったんですね。そして今回が第3回目になるわけです。そして今回は昨年と違ってこういう Zoom という形でちょっとずつ新たな試みが入ってきたんですね。修復事業というのはおおよそ10年ほどかかるそうですけれども、可能な限り毎年毎年続けていきたいと思ってます。で、続けるごとにいろんな形、ひょっとしたらいろんな思い出がまたさらに増えていくと思うんですけれども、続けていこうと思うんですね。で、一言、まあ一言って言っても随分僕はいつも毎回話が長くなっちゃうんですけども、僕が龍馬のファンになった大きなきっかけ、実はその時振り返ってみたらあんまり坂本龍馬が何をした何をしたっていうのは知らなかったんですね。多分ね、10代の後半だったと思うんですけれども、何にも知らなかったんだけれども、あまりにも有名な2つの坂本龍馬の言葉、世の人は我を何とも言わば言え、我がなすことは我のみぞ知る。そしてもう一つが、日本を今一度選択いたし申し候。この言葉がものすごく心に響いたんですね。坂本龍馬が何者でどんなことをされた方なのかってろくに知りもしなかったんだけども、この2つの言葉っていうのはものすごく心に響きました。結局今日坂本龍馬って実はあんな人だったんじゃないの、実はこんなんだったんじゃないのという、まあ、司馬遼太郎が、坂本龍馬をすごく、まあ、英雄のように書き上げたわけですけれども、そうじゃない、実は龍馬だったんじゃないのっていう話も近年よく聞くわけだけれども、でも僕からしてみれば坂本龍馬の数々のあの言葉、手紙、あれは本当にね、心、本当に本当に心から積み出されたものだと思うんですね。やっぱりそういうところに真実って出てると思うんですね。で、多くのファンはそういう龍馬の発した言葉、もちろん行動もそうだけども、そこにとても感化されたんじゃないかなと思うんです。で、そんな中で私がね、龍馬がどんな人物だったか、もちろん会ったこともないですし、こちらの一方的な思い入れもあるだけれども、もし今龍馬が生きていたらどんな気持ちだっただろうか、どんなふうに振る舞ってただろうかってたまに思ったりするわけですね。そうした時に、今私がやってる活動っていうのは日本の平和思想、和の精神を国内そして海外に発信するってことで行ってるわけなんだけれども、すごく僕はね、龍馬もきっとそんな思いも抱かれてたんじゃないかなって思った。その中でね、一つ僕がこの1年間コロナにあたってたびたび発信している言葉があるんですね。このコロナってのは我々にとって本当に全く初めてのウイルスと言ってもいいでしょう。だから本当に昨年爆発的に感染拡大した時にはみんな怖くてどうなっちゃうんだろうっていう状況だったんですね。ただ全く初めてのものだからどう対応したらいいのか、どう対処したらいいのか、まあはっきり言って1年経ってもまだそれがよくわからないところがあるわけですね。するとそれぞれが自分の信ずるところで結局振る舞うしかないっていう部分が出てくるわけですね。自粛をするっていうのでもどこまで自粛したらいいのか、もう本当に自粛したら経済的にダメになっちゃうし、自粛しなかったら病気の方が広がっていくし、答えがないんですね、ある意味で。そうすると各々が自分の信じるところでやるしかないんですよね。そうなった時に自分と考えの違う人がいた時にその人に対して攻撃的になってしまう、そういう風潮がこの1年あったわけですね。龍馬だったらどうだっただろうな、
それこそ薩摩と長州を結びつけた龍馬だったらどうだったろうな、俯瞰してもっと全体を見てたんじゃないかな、そういったものに巻き込まれずに、我々はそういうやっぱり考え方、あるいは思いやり、それがすごく大事なんじゃないかな。ですから今日この日、日本人を世界の龍馬となれという、そういうテーマで行っているわけですけれども、このコロナ禍においてそれを発信するということはすごく意義のあることなんじゃないかなと思う次第であります。少し長くなってしまいましたけれども、私の挨拶と変えさせていただきます。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。それではまずはじめに、長崎龍馬会の初代会長で現在は顧問でいらっしゃいます柴崎義弘様に、坂本龍馬といろは丸事件をテーマにお話をいただきたいと思います。柴崎様は昨年11月に聖福寺に龍馬像を建立する会の会長でもいらっしゃいます。それでは柴崎様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ご紹介いただきました柴崎です。今日は5月22日ということで、皆さんもご存知のように、そのいろは丸事件というものの談判が行われた日ということで、この場所が、この聖福寺がその談判の場所だったということでですね、この日にこういう、行事が催されるということなんですね。で、このいろは丸事件のことについて、少し話しようということなんですが、いろは丸って もちろん船、船舶のことなんですけど、ここだけを話してもですね、実はいろは丸事件自体はですね、非常に謎の実は多いことでもあってですね、しかも複雑にいろいろな藩のことが絡んでるので、少しやっぱりこの機会に龍馬がまずどういう活動行動をしたのかということをですね、かな話させてもらいたいと思ってます。で、いろは丸事件は慶応3年に起こるんですけども、実は龍馬が長崎に初めて来るのがですね、それより3年前の、元治元年という、明治を迎える4年ぐらい前なんですね。に、龍馬は脱藩後、塚津海舟の弟子というんですかね、になって、神戸の海軍操練所で船の、操練の習得に、つくわけですね。で、その、縁があって、実は元治元年に、海舟が、龍馬たちを伴って長崎に来ます。それはもう簡単に言いますと長州を、外国の、艦隊が攻撃しようというのを勝海舟が、それを、止めに来るということで、その時についてこられるんですけど、その時に実は長崎に初めて来て40日ぐらい来ます。で、これが縁でですね、その後すぐその海軍操練所が閉鎖になるんですね。で、それで、もちろんいろんなですね、その紹介、海舟もそうでしょうが、ことがあったんでしょうけど、それが縁で翌日慶応元年に、有名な、龍馬たちが長崎で亀山社中というものを作ります。で、これは通説ではですね、龍馬が作った日本で最初のカンパニー会社だというようなことがあるんですけど、正確に言うとですね、株式会社まではなってないし、龍馬が作ったというのはちょっとやっぱり誇張で、実は薩摩藩の力が大きく働いてるんですね。この薩摩藩というのがちょっと関わってきます、後々もですね。で、この慶応元年に亀山社中を作るんですけども、これ実は亀山社中もですね、先ほど言ったように、その全て船が絡んでくるんですが、当然神戸で、船の操船を技術を身につけている龍馬たちなので、船を使っていろんな活動をしようということで、薩摩藩の力で、ワイルウェフ号という船を、手に入れるんですけど、この船がですね、まずは、実は、鹿児島に開港しようというその途中で嵐にあって、現在の上五島ですね、有川というところまで、流れて、そこで、難破してもう沈むんですね。で、そういう、まずはそこで船を一つ龍馬たちを失ってます。
まあ、そのこともあってですね、亀山社中も2年ぐらい活動するんですが、なかなかうまくいかなくなって、それで、困ってたなという状況の時に、薩摩藩でそういうふうにして力で作った亀山社中を今度は、龍馬が脱藩はしてたんですけど、まあ、その時はもう脱藩の罪は解かれてたんですが、もともとの自分の藩である土佐藩が、この彼らをですね、まあ、抱えるという形で、有名な海援隊というものになります。でこれが慶応3年ですね。で慶応3年の4月に、まあ、ゴロと言われてますが、亀山社中ができる。それで亀山社中、あ、すみません、海援隊ですね、海援隊も当然その船を使って活動しようということ でこの時にですね、まあ、龍馬たちもいきなり船は買えませんから、実はそのこのいろは丸が出てくるわけです。でこのいろは丸はですね、龍馬たちの船ではなくて、これは大津藩の船ですね。大津藩が所有してた船を借りるんですが、この時もですね、この船自体もですね、実はもともとは薩摩藩が持ってた船です。それを一回、まあ、外人の手に渡って大津藩が買うんですけども、この時にもだから薩摩藩がかかってますね。で、細かくはちょっとですね、時間がかかるので省略しますが、この船を龍馬たちが借りて、で、初めてその海援隊としてですね、活動をまた始めようとするんですね。でこれがですね、だから歌が残ってまして、今日をはじめと漕ぎ出す船は稽古はじめのいろは丸という、稽古はじめのいろは丸という、まあ、それでいろはとつけたのかもしれないんですけど、いろはのいっていうかですね、まあ、要は海援隊としてこのいろは丸でさあ活動を始めるぞということで、一番最初に航海4月にできて、4月19日だったと思いますが、長崎港出港します。で、まあ、意気揚々としてたと思います。で、出港して瀬戸内海を通るわけですけども、この時に非常に運悪く、薩州ですね、沖で、紀州帆船、紀伊帆の、明光丸という、向こうの方が大きな船です、蒸気船と、衝突をするということで、いろは丸の方が小さかったものがあって、沈むんですね、沈没してしまいます。だから、龍馬たちにとってはもう本当に今から活動を始めようとした時に、また亀山社中と同じように2隻目の船を沈めてしまいます。龍馬にとっても非常にやっぱショックだったと思います。で、これをこの時にですね、実はいろんなこれも説があるんですけども、とにかく2つの藩が、とにかく、これについて自己処理をしないといけないので、最初は広島の友の子ですね、で、が近くですから、そこに上陸して、交渉を始めるんですが、非常に明光丸は急いでるということでですね、龍馬たちを置いて長崎に来ます。で、龍馬たちも追いかけて長崎に入るわけですね。で、交渉の続きは長崎で始まるんですけども、この交渉自体もですね、何度か、いろんなところでやられてるみたいです。奉行所にも当然なんか届けも出してるみたいですが、なかなか当然双方の主張が食い違います。でここもですね、いろんな資料があって、いろんな説があって、要はどちらが悪いのかということになるわけですけども、これ通説では結局龍馬たちが賠償金を勝ち取るわけなので、紀州帆船が悪いんだろう、明光丸が悪いんだろうということなんですが、はっきりしませんね、本来はですね。でその交渉で難航した中で、龍馬たちは当事者であったわけですが、最後はですね、もうなかなか決着つかないということで、両藩の、重役ですねが、出てくるということ でその時に、行われたのが5月22日この、正福寺で、重役会議ですねが行われたということになります。ではそこで、おおよその方向性の決着がついたということですね。で、後藤正二郎という、土佐藩のですね、安政が来るわけですけども、その場所がここだったと。その場所が選ばれたのはですね、紀州藩側のですね、重役、重田一次郎といいますけどがここに投入していたということで、ここが選ばれただろうということです。これはもう記録に残っております。場所もですね、はっきりしませんが、いろんなやっぱり当時の状況、このお寺のですね、配置なんか考えると、今こうやって行事が行われている、この場所
御書院というこの北条のマーク、まあ、ここだっただろうというふうに考えられるわけですね。でそれが現存しているということになります。で、まあ、交渉のですね、まあ、重役会議ということでおおよその決着はするんですが、これ賠償交渉のようになってますけども、実際はですね結局そのはっきりわからないんですけども、もう政治的決着として使われたんだろうと思います。この辺が非常にやっぱりはっきりしないところがあります。もしですねきちっとした裁判をしていたら、めこまの、まあ、龍馬たちの方が分が悪かったんじゃないのかという見方もあります。で当時もですね海上衝突予防規則かな、国際的なですね法規則もあったので、それに照らしてですね国際審判をするということもあったんですけども、実はその紀州側がですねの重役側の方がですね、いやもうとにかく早く決着してくれということで、薩摩藩ですねの、まあ、五代再助になるんですけどに、朝廷裁定をもう委ねるんですね。それで、まあこれはもう結局沈めた方が悪い、沈められた方が賠償金もらうという形で決着をつくということになります。まあそのお金がですね、まあ、8万3000両とかいろいろ言われてますが、実はこの5月22日にそういうもう紀州藩が賠償金を払うということで決着つくということが決まった日なんですね。で実際はですね龍馬がこのあと11月15日に京都で暗殺されますが、まあ、それまでにはですね最終的な決着を見ただろうというのがありますが、そこもはっきりしないです。それと龍馬11月に亡くなるんでですね、実は早くやめろと言われるのかなと思いますけど実はですね、まあ、これも通説で一番有名なのがそのいろは丸事件で龍馬が長崎でですねコマーシャルソングを流したりして世論を味方につけて勝ったんだというふうになってます。まあ、実際賠償金は得るんですけども、龍馬が亡くなるまでに決着はしたみたいですけども、龍馬がそのお金を手にしたということはおそらくないんですね実は。でこの8万両7万両というのもですね、当然いろは丸の船の、ね、お金が半分以上ありますので、これは当然大津藩の方に支払われないといけないんですね。で大津藩の記録を見てもですね、どうもそれがですね実際にまあ、船を買うときはどうもかなりのお金がいったんで、そのお金もですねどこから調達してきたかもよく分かってないみたいですし、どうも商人たちが支出したようなこともあるみたいですけど、そこにお金が渡らなかったといって騒動が起こったというようなこともあるみたいで、実際そこら辺もはっきりしません。まあ、だから大事なのはですね、その、まあ、賠償交渉なんですけども、龍馬にとってそのこの船が沈んだことの大きさですねの方が大きいのかなと思ってます。で実はその先ほど言ったように海援隊として活動するための船であったんですけども、まあ歴史でもしはないとは言いますけども、慶応3年というのはですね、もう翌年には慶応4年明治になりますということは、あと少し龍馬が生きてればですね、まあ明治の中に入ってこの船を使ってですね、おそらくは海軍というようなものをやっただろうと思います。でそれは龍馬の手紙にも残ってですね、残ってまして、蝦夷地、まあそういう言い方をしていいかどうか分かりませんが、まあ、当時はですね蝦夷地といった北海道の開拓をしたいんだとか、から竹島、まあ、竹島ってでも今 の日韓で問題になっている竹島にあります内領島という島があります。その島を、まあ、そこの開拓をしたいんだとかいうようなことがですね記録として残ってるので、おそらくそういうことをこの船を使ってやろうとしてたはずなんですね。でそういうことができただろうし、まあ勝手な解釈ではおそらく今大河ドラマになっている渋沢栄一なんかともですね、おそらく交流が始まってたと思います。岩崎弥太郎がですね実際交流してますので、龍馬が亡くなった後のいろんなものは土佐藩のものは全部岩崎弥太郎が引き受けておりますのでですね、一緒に行動したんじゃないのかなと思います。まあここはもちろん想像のことではあるんですけども、でもやっぱりそういうふうに見れるようにですね、この
猫丸、いろは丸がですね、ここで沈められたっていうのことはですね、非常に龍馬にとってやっぱり大きな痛手だったろうと思います。ただまあそんなことをして、嘆いている暇はもう龍馬なくてですね、まあ、このあとすぐまた、京へ登って、まあ、このあと大政奉還につながっていくわけですね、まあ、そういう大事な時期であったと。で、そういう状況で見るとですね、その先ほどもちょっと最初に言いましたように、まあ、龍馬にとってはそういうふうな、大きなことであったんですが、まあ、片やその船をなくした王山もですね、これも非常に、騒動になっております。時間は前後しますけど、この、色丸をですね、王山が長崎で手に入れる時もですね、実は栗島族六左衛門さんという人がですね、六左衛門というのが責任者でこの船を購入しているんですが、通説ではですね、本当は鉄砲を買いに来てたのを龍馬たちがそそのかして船を買わしたんだというような通説があります。でもそうではなくて、やはり最初から、まあ、栗島六左衛門は責任者として船を買いに来たんじゃないかということもあります。ただですね、どちらにしてもですね、どうしてそのそそのかされたという話が出るかというと、このいろは丸をですね、龍馬たちが借りる前にですね、この栗島はですね、長崎でですね、自破しております。切腹させられたんではなくて、自分でですね、腹を切って亡くなってます。で、それは責任を取ってだろうというふうに思われてるんですが、まあ、どういう責任を取ったかですけども、まあ、そういうその、王座にとっても痛手っていうんですかね、大きなことが起こっている船です。で、一方ですね、紀州藩もそうです。紀州藩もですね、まあ、長崎の責任者が8万3千両で決着するんですが、実はこれが7万両に減額されるということが通説と言われています。これもですね、値切ったという言い方をね、見られるんですけど、それは紀州藩のために少し弁解しておきたいんですけど、値切ったということではなくて、まあ、先ほど言った政治的にですね、決着したお金をですね、そんなことはけしからんということで精査をするんですね。で、この辺のことは今シーボルト記念館の館長をしてます織田さんが非常に詳しく調べておりますが、細かくですね、まあ、このお金はこのぐらいだ、このお金はこのぐらいだ、例えばですね、利息の計算をするとかですね、いろんなことを精査をして7万円に決着をついたということでですね、でこの栗島、すみません、長崎の責任者もですね、まあ、責任を取ってまた失脚をしております。で、紀州藩にとっても大きな事件だった。で、一方ですね、龍馬たちもですね、まあ、そういうふうにして、交渉して勝ち取った、後藤象二郎がですね、出てきて勝ったと言ってますが、実はですね、土佐藩ではですね、そんな紀州藩を相手にですね、まあ、土佐藩ももちろん倒幕側であるんですが、土佐藩というのはですね、武力倒幕の、主義じゃないんですね。公僕合体という派なので、そんな大きなね、大きな藩を相手にですね、それを敵に回すようなことはね、しない方が良かったんだというですね、土佐藩の中でのですね、意見もあります。非常にだから、ここに関わっているですね、藩にはそれぞれのですね、事情があります。それは当時のやっぱりまあ、このちょうど翌年にはもう明治を迎える幕末、明治維新のですね、やっぱ複雑さだろうと思います。まあ、だから細かくはですね、いろいろ研究されたり書物も出てますが、いろは丸というのは沈んだ船をに対して賠償金を取ったんだということだけじゃなくてですね、いろは丸がどういうふうな経緯で、まあ、今ああいうふうにして龍馬たちが海援隊が使うようになったのかとかですね、まあ、どういうふうにこの藩が、この船に各藩がですね、関わってたのかとか、実はもともと言えば長州藩も少し関わったりしています。非常にですね、大きな事件ですね。だからこの 5.2 に、5月22日のこの談判というのがはっきりした日であるんですけど、まあ、これをの日をですね、まあ、機会にまた時々はそういう猫丸事件の色丸事件のことについてですね、まあ、少し知ってもらえればな、当時のこと、龍馬たちがどういうことをしたかということがですね、非常に皆さんも分かっていただけるんじゃないのかなと思います。まあ、あとは書道家の方に引き継ぎたいと思います。何か主催の
方からご質問などあればということで。はい、よろしいですか。柴崎さんにお尋ねしたいことがいくつかございまして、まずとても今のお話を伺っても、いろは丸事件の件一つとってもお詳しいわけなんですけれども、柴崎さんご自身が龍馬のファンになったいつ頃ですか。それで何がきっかけだったのか、それ非常に興味があって前々からお尋ねしたいと思ったんですけれども、そのあたりまずお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、大変ですね。普通です。しかも遅いです。私はどっちかというと理科系だったんですが、あんまり歴史は興味がなくて、社会人になってですね、長崎にやっぱり大学で来たということは一つあると思うんですが、実は高知に行く機会があって、その高知に行った時にですね、せっかく、高知土佐に来たんだからということで、友人から司馬遼太郎ですねの龍馬が行く、これでも読めというふうにですね渡されたということで、龍馬が行くを読んだというのがきっかけですね。僕らの時代の人間には非常に多いきっかけだと思います。それでね、今もう本当に何て言ったらいいんでしょう、坂本龍馬像の建立にも携われましたし、その龍馬に対する思いっていうのは非常に強いと拝察するわけですけれども、柴崎さんにとっての龍馬の魅力っていうのは、一言では語り尽くせないと思うんですけれども、それでもいくつかございましたら、ぜひお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、本当によく聞かれるけど答えにつらい質問なんですが、まずはその自分に、今言った堂々建立なんかにも携われることができたのは、そういうその勇気というか力というかを与えてくれたということなんですね。でそれはやっぱり龍馬の行動なんですけど、いろんな人が志士も含めてですね、幕府側もいろんな人がやっぱり素晴らしい人はいると思います。ただ何が違うのかなというのを思うと、僕はやっぱりやっぱ大戦に流されずにですね、やっぱり広い視野でやっぱりその動いたということと、それからやっぱ後ろ盾が何もない中でやっぱり自分でそういうのを作ってですね言った、じゃあ最初から条件がなく、お金もなく、人も知らずね、そういう条件がなくても、自分の志があったらそういうことがやれるんじゃないかというですね、そういう勇気をもらえたのかな。で先ほど山本代表さんも言った言葉の中で、だから僕は龍馬が好きなのは、志を持って倒れるときはその方向に向かって倒れよという言葉があります。いいじゃないかと、倒れてもその方向に向かっていればというですね、それが僕は一番非常に好きな語録というんですか、でありますね。ありがとうございます。それでね、私も先ほどご挨拶させてもらった時に2つの名言について、お話しさせてもらったんですけども、結局私自身思うのは、これだけたくさんの人たちの心を揺さぶるのは龍馬の思い、当時あの時代も龍馬の思いに多くの人たちが何か感化されたんじゃないか、それで動いたんじゃないかな。で龍馬が亡くなった後もその龍馬の思いっていうものが、手紙であったりいろんな行いを通じて我々は感じ取って、そこに何か、心に響くものがあるんじゃないかなというふうに思われたんですけれども、もし、さっきもそういうことを思ったわけですけども、もし今この時代に龍馬が生きていたら、この日本国内そして世界、柴崎さんがこれまで長年龍馬について深くご研究なさって、その思いに寄り添われた中で、龍馬だったらこんなことを思うんじゃないか、こんなことをするんじゃないかなっていう中ではいかがでしょう、どう思われますか。これもですね、非常に大きなテーマですけど、もう本当にでも逆に言うと僕は一番大事だと思ってるんですが、簡単に言うとですね、龍馬ならもうちょっと国と国は仲良くしろよということだと思うし、龍馬はそのためにですね、政治家にはなってないと思いますが、いろんな自分のやっぱり、業種、僕はやっぱ海運だと思うんですけど、そういうものを通じてですね、やっぱそういうような、和
場というんですか、プロジェクトに通じるんでしょうけど、そういうお互い国同士がですね仲良くなるような、まあ業仕事なのか、まあ、仕事を通じた行動か分かりませんが、そういうようなことを僕は龍馬がやってたと思ってるし、まあ期待もしてますね。はい、実はね、ずっとお話伺いながら、私自身もこうして長崎にご縁があった経緯を振り返っていたんですね。でどういうことかというと、私、まあ、全国規模のこういう書道家の方々に書いていただく奉納祭事っていうのを同じ日に一斉にやるというのを2017年から始めてるんですね。でその一つのきっかけが、今から20年前に皆さんご存知の同時多発テロっていうのがアメリカで起きたわけですね。同時多発テロで、その後パリでもそういうテロが、同時多発が起こり、スペインでもロンドンでも同時多発テロが、まあ、起きていったわけですよね。それで、まあ、あのことがきっかけで世界が一変したんだというふうに言われているわけなんですけれども、私がこの活動を始めたときに、ならばあの同時多発テロというのが、まあ、言ってみれば怒りと憎しみ、その激烈な思いで世界中恐怖に陥れたんだとしたら、その同時多発テロ、今度は愛と平和っていう、そっちのねテーマでね、同時多発って言ったら、まあ、ちょっとテロみたいになっちゃうから、同時開催っていう、それで全国同時開催っていうのを始めるようになったんですよね。でそうやって、まあ、4月3日全国で、全国のお寺でやろうというふうに、この間は第4回目が4月3日終わったわけなんですけども、第2回目の少し前に初めて僕は長崎に来て、他の用事で長崎に来たんですね。それは何かといえば、8月8日、原爆が落ちた前日の日に毎年爆心地公園で、宗教の垣根を越えて宗教者たちが平和の祈りをしていると、それにちょっと参加するために行って、でせっかく長崎に来たから、来年の4月3日長崎でもどっかのお寺でやりたいなって、観光ガイドで目ぼしいお寺を探した時に、興福寺、ちょっとここ時間的にもスケジュールが入ってるから行ってみようって言って、興福寺でもう飛び込み営業みたいな感じですね。ところがその日っていうのは夕方から平和の祈りが、爆心地公園があるので、住職はいらっしゃらなかったんですね。で僕はその興福寺のご住職も、爆心地公園の平和の祈りに携わっている方だったら、全くそれも知らなかったもんですから、飛び込み営業で行って、住職いらっしゃいますか、おられないと、ちょっと今夕方から大きなイベントがあるから出たり入ったりしてると。で、まあ、結局ね、夕方僕爆心地公園行って、そこで興福寺の的尾住職と初対面だったんですよ。初対面で、すいません突然ですけどって言って、これこれこういうことで来年の4月3日させていただけませんか。そしたらね、僕の顔を見て1分もしないうちにね、いいですよって言っていただいたんですよ。実はそれまでに僕はいろんなお寺に行く中で、なかなかそんな1分で即決でいいですよなんて言ってもらえたことなかったから、感激してたんですよね。でその後に、そちらにもいらっしゃる山下明子さんから、興福寺でももちろん したいしていただきたい、でももう一つやっていただきたいお寺があるんです、それがこの聖福寺なんですって言って、聖福寺の話をそこで僕初めて知ったんですね。で聖福寺が修復事業をしてるんだけども、なかなか寄付金も集まらないような状況で、うんぬんかんぬんって、それが僕にとっての縁なんですね。で何が言いたいのかと申し上げますと、結構僕ね、大きな目標は先々ちゃんと見据えてやってるんだけども、そこに行く道中の間は結構ねご縁なんですね。いろんな人との出会い、情け、その中で縁が結ばれて、それで、まあ、ちょっともともと自分が目指していたところから寄り道してみたり、いろんなことをしてみたり、その中ででも、なんだろうな、
だんだん気持ちを育んでいって、それでいろいろと見つけていってっていうのはあると思うんですけども、最後の本当に最後に柴崎さんに お尋ねしたいんですけども、坂本龍馬も、まあ、僕の、全然、ね、勉強不足の範囲で知る限りでも最初から全てを見据えていたわけではなくて、いろんな縁の中で、まあ、ああいうふうな大きなことを成していったんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどうお感じになりますか？まあ、その通りですね。やっぱり龍馬の魅力にもなりますけども、やっぱり人との縁、まあ、宮崎先生というあの研究家の言葉を借りれば、開口という言葉を使って、開口というのはあの人生で非常に運命的な出会いという意味ですね、がやっぱり龍馬にとっては非常にやっぱり多かったんだろうと。でもう一つ、その出会いって信用を得てるんですね。で味方に悪い方をすれば、いや龍馬はスパイだったとか、いやあれは使いっぱしで使われただけだったと言い方もします。でも信用がないと使いませんよね。だいたい大きな藩が薩摩がですね、長州がいくら使おうたって、そういうこともされないと思うんで、やっぱり人と出会って、人との出会いを大切にして、で、まあ、それをまあ利用もしたかもしれないけども、信用を得てそれを力にして動いたということだと思います。ありがとうございます。私も長崎の皆さんと本当にご縁を感じて、今日もこうしてもうZoomではございますが、ひととき一緒に過ごしております。毎年毎年今後もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。以上です。柴崎様、そして宮本代表、ありがとうございました。続きましては神学の調べを主催されていらっしゃいます山田恵子先生のお歌と月金のご奉納、そして書家樋口清陽先生による坂本龍馬をテーマにした奉納揮毫を行います。どうぞ今しばらくお待ちくださいませ。それではまず本日月金の演奏をいただきます山田恵子先生をご紹介させていただきます。坂本龍馬が長崎で活動していた時代、妻のお龍は長崎の豪商小曽根家で月金を習っていました。その流れを組むのが山田先生の月金でございます。山田先生はこれまで地元は言うまでもなく国立劇場をはじめ東京音楽大学などさまざまな舞台にご出演されていらっしゃいます。演奏に先立ちまして、神学について簡単にご説明させていただきます。神学とは主に文化文政江戸時代後期に発展した中国地方の俗曲を中心とした一大音楽群です。明治初期をピークに出版された神学譜は数百にも上り、しかも中国ではすでに失われてしまった曲譜も少なくありません。幕末から明治初期にかけての文人趣味や煎茶道の勃興と相まって盛んに学ばれました。しかし現在では100年近い伝統が消えてしまい、我が国でもほとんど伝えられていません。それでは本日演奏いただきます曲については山田先生にご説明をお願いしたいと存じます。山田先生、どうぞよろしくお願いいたします。では最初に演奏する曲はちょうど今6月に入ろうとしてますので、アジサイの季節になりますので、原曲は祭りかという曲ですが、長崎の島内八郎先生がこの曲を作詞していただきました。それから2番目に演奏します車窓という七言絶句の詩ですが、一つのメロディーに
李白、都心言、大没の詩をはめ込んだ高尚な歌曲です。一番の内容は李白ですが、誰の吹く玉笛だろうか、闇を塗ってその響きが流れていく、春風の中に溶け込んで落城の町の隅々まで広がっていく、今夜その曲の中の雪陽流のメロディーを聴けば誰もが切なく故郷の情を起こすのだ。2番は大没の詩です。朝陽の節句に高いところに登ってふるさとの方を見ると、そこに他郷の人が宴会をやって旅立つ人を送っていました。自分の気持ちといえば、南の地に左遷されてもう飽き飽きしてるというのに、渡り鳥たちはなぜ自分にとって懐かしい北の国から南へと飛んでくるのだろうか。これは唐音で歌います。現代の中国語ではありません。最後にペーパンという曲ですが、水滸伝の中から林中夜走りの前奏と後奏を改変して独立したさせたものです。水滸伝とは宋の時代、日本の平安時代の末期になりますが、悪政の高官に対して不平を持つ家庸豪傑の108人が梁山泊に立てこもって活躍する様子を書いた物語ですが、日本では江戸の滝沢馬琴がヒントを得て書いたもので、南宋里見八犬伝というのが8人の猿村を登場いたしました。その中の中心人物、表紙と林中で朝廷の80万金軍の武術師範でした。白鋼館の 高級の養子、高賀内という人が林中の妻を何とかして我が物にしたいため、林中を蘇州牢城に流し、武術士官の役を召し上げます。林中の妻は、魔の手から逃れるために縊死します。首をつって自殺いたしました。怒った林中は、荒れ狂う大雪の中、梁山泊に走ったのでした。林中の深い悲しみと、ため息と怒りがいじまじった曲です。
山田先生、お心を込めてのお歌と演奏を誠にありがとうございました。続きまして、初夏樋口清陽先生による坂本龍馬をテーマにした奉納記号です。樋口先生は東京学芸大学の書道学科をご卒業、昨年5月22日に奉納記号をいただきました原雲外先生に師事されていらっしゃいます。これまでに文部科学大臣賞をはじめ、書に関する日本一の賞を12回も受賞されていらっしゃいます。また日本史をはじめとした日本文化の魅力を国内外に発信するミス酒の長崎代表でもご活躍中でいらっしゃいます。それでは樋口先生、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
樋口先生、お心を込めてのご祈祷誠にありがとうございます。それではこの今お書きいただきました書と、それからこのお気持ちをしばらく、お話をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。樋口誠洋と申します。まずはこの度5月22日まさに井ノ原丸事件の談判が行われたこの法上の場で奉納揮毫をさせていただいたことを大変感謝申し上げます。ありがとうございます。この度は坂本龍馬の名言、言葉を書かせていただきました。人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある。この言葉は私は以前自身の進路に迷った時にとても助けられた言葉です。そしてふとこの言葉を今見直してみた時に、特にこの状況で皆さんにぜひ伝えたい言葉だなと思い書かせていただきました。まあこのコロナというあまり言葉は使いたくはありませんが、このような状況下において会えない人に会えない、とても寂しい思いをしている方が多いと思います。ですが今ふと立ち止まって考えてみると、すべてが悪いことばかりではなかったのかなというふうに私は感じております。まさに今この状況を全国世界に発信しております。これはやはり会いたい人に会いたいという気持ち、会えなくても思いを共有しようという気持ちが私たちにあったからこそ、ズーム、オンライン、このような形で今世の中は進んできているのだと思います。ただ自分自身もですが悩みます。道に迷ってしまう時もあります。ですが全国そして世界、今皆さんが大きな問題を共通で同じ気持ちで葛藤している、そう考えることで道は一つではないと、広い道が見えてくるのではないでしょうか。このような歴史の深い場所でこの言葉を世界の皆さんに届けられたこと、私はとても感謝しております。きっと道は百も千も万も、そして無限にあると信じております。本日は大変貴重な場をありがとうございました。樋口先生、本当にありがとうございました。また一つご案内をさせていただきます。本日は昨年11月15日聖福寺に龍馬像を建立した際に揮毫をいただきました林隆法先生にも揮毫を奉納いただきました。この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。誠にありがとうございました。それでは最後に聖福寺住職田屋様よりお言葉を受けたまりたいと存じます。田屋様、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、晴天にも恵まれまして、揮毫イベントご参加いただいて、また、山田恵子先生、それから、樋口誠洋先生、ご協力賜りまして誠にありがとうございました。また、Zoom ではありますが、ワープロジェクト 大使、宮本代表ご参加いただきましてありがとうございます。それと、最後、紹介されましたけども、この世界の龍馬となれということで、一昨年から、1回2回、今年3回目ということで、この1回目からですね、愛媛からの林隆法先生から揮毫していただいて、毎度毎度奉納していただいております。
ライブ見ていらっしゃるかどうか、毎度のことでございますが、気にかけていただき、感謝申し上げておきます。まあ、この北条の間ですけども、この正福寺、今年、まあ、昨年からですけども、修復事業が始まりまして、国の重要文化財4棟これを一遍に修復してしまおうということで動いております。ただしこの北条の間というものはですね、文化財指定にはなっておらず、もうこの修復となるとこの所有者である正福寺が 100% 負担をして、修復しないといけないという形になっております。ただ、この北条の間でございますが、2013年まだ県の文化財だった頃の正福寺の建物の調査の折、まあ、ついでにですねこの北条の間の方も調べをいたしまして、棟札が出てまいりました。ちょっと見えませんけどもね、この本尊を混ぜてあるところの脇に棟札をちょっと置いておりますけども、この棟札が享保4年、まあ、中福ということで、享保4年1719年ですね、に、ちょっと修復しましたよということの印として、棟札がこの北条の屋根の針にですね、貼り付けてありました。ということは、この北条の間というのはですね、龍馬が行った時代にまだ現存しておったということでございます。ですから、その当時の志士、また、ね、土佐藩でまた薩摩藩のこの色まる談判に参加した、お侍さん方でまた、めこまるのある紀州藩の勘定方ですねの方が、この場にいて、談判を行ったということはもう事実ということでございます。でまたこの修復に伴ってですね、実は表にあったクスノキを伐採いたしました。まあこのクスノキが、育ってたところはですね、大正年間に、ちょっと瓦礫を埋めたところでございましたので、このクスノキはそんなに樹齢はないのかなと思っておったんですが、実は倒してみると200年以上の樹齢のあるクスノキだったということです。で200年となるとまさにこの色のある談判を行っていた頃のクスノキだったわけですね。事の顛末を見守っていたクスノキだったわけです。まあそれだけこう昔のもの事象でございますけども、まあ、今はこの現代においてもですね歴史として刻まれておるわけです。でこの北条の間、またこの正福寺という今の存在、これがまた今この皆さんがお集まりになって、見ていただいていただけるこの、姿がですね、歴史の1ページになるわけです。皆様が証人になるわけでございますね。この歴史を後々に、つなげていただけますように、また皆さんのご協力を賜りたいと。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。どうも皆さん協力いただきましてありがとうございました。挨拶をさせていただきます。ご祝福誠にありがとうございました。以上をもちまして、第3回
5.22 和の国日本、日本人よ世界の龍馬となれを終了させていただきます。また皆様方におかれましては、どうかこのコロナ禍の困難な状況を乗り越えていただきますよう心よりお祈り申し上げます。本日は誠にありがとうございました。